シオン。シーちゃん、久しぶりかな。ケイちゃん、レナさん、こんにちは。ここじゃなんですから、休憩コーナーにでも行きましょうか。しーちゃん、あれから大丈夫だったのかな？ええ、問題なしです。心配かけちゃったみたいですみません。連絡すべきかどうか迷ったんですけど、下手に動くのもまずいかなと思って。それで、どうなってるんだ？あまりいい状態ではありません。園崎家のコネから掴んだ情報ですが、警察はかなり躍起になって北条鉄平を探しているようです。でもどうしてかな。普通なら失踪者の捜索は少なくとも一週間くらいは様子見とかするんじゃないのかな。それにあの鉄平なら一日や二日いなくたって普通なんじゃ。普通ならそうかもしれません。でもこれは渡流しの夜の出来事なんですよ。北条鉄平がバイクで林の方角へ走っているところは近隣の住民に目撃されています。ただそれ以降の足取りは警察にはつかめていません。加えて北条家から連日聞こえていた近所迷惑な怒鳴り声が以後ピタリと止んだ。実は警察が北条鉄平の足取りを追っているのはちょっと理由があるんです。富武さん、もしももう知ってるなら改めて言うような話じゃないんですけど、その、知ってますか？昨夜、富武さんが死んだそうです。シオン、それどういう意味だ？そういう意味です。正確には富武さんだけじゃありません。富武さんと親しくしていた高野さんという看護師さんも死んだそうです。二人はお祭りの夜に目撃されています。俺たちは会わなかったけど先に帰ったのか。そうかもしれません。
そうすると、お祭りの後に二人に何かあったってことだよね。そうなりますね。警察の情報によると、二人とも変死体で発見されたそうです。富武さんは自殺。高野さんはおそらく他殺。自分の爪でガリガリと喉をかきむしって、むき出しになった血管を引きちぎって、それはむごたらしい死体だったそうです。富武さんは自分の血で溺れ死んだようになって、嘘だろ！そんな自殺聞いたことない。ありえないぞ、そんなこと。高野さんについての説明も必要ですか？ごめん。教えてくれるかな？高野さんは焼死体で発見されたそうです。近くに衣服はなく、灯油缶が近くに転がっていたことから他殺の疑いが濃厚らしいです。そんな死に方で自殺なわけないだろうしな。そうです。だからこれはお社様のたたりなんです。それで行方不明になっている北条鉄平を警察が躍起になって探しているんだね。そうです。容疑者として。じゃあちょうどいいんじゃないかな。これはお社様のたたりだから。毎年死者と行方不明が出るのがたたりのルールなら、今年の行方不明者は北条鉄平だよ。だからあいつは見つからなくて当然なの。そうか。俺たちはあいつが今年の死者だと信じて疑わなかったけど、そうじゃないんだ。あいつは
行方不明者の方なんだ。それならちょうどいいな。死体が絶対に見つからなければ万事 OK ってことだ。それならいっそもっと深くに埋め直しておくか。そうだね。雨が降って土が流れてもいけないし、そんなに深くなかったもんね、あの穴は。お社様のたたりですから、死ぬ人と消える人の人数が合っていれば問題なしですね。でもさ、圭一くん、お社様のたたりが圭一くんにも降りかからないかってこと思ってるのかな。ああ、一瞬そう思ったけど、俺たちがたたられる理由なんてやっぱりいくら考えてもあるわけないよな。だって俺たち何も悪いことなんてしてないし、だって俺たちは里子のために戦った。たたられる理由がない。そうですよ、気弱になってる場合じゃないですよ、ケイちゃん。じゃあ、そろそろ行こっか。シオン、サトコはどこにいるんだ？シーちゃん？だあ、これは失礼しました。大石さん、いつからそこにいたんです？善良な一般市民の話を立ち聞きなんて、あまり感心しませんね。くれぐれも善良な一般市民でいていただきたいもんですな。ああ、ご無沙汰ですね、前原さん。改めて自己紹介しましょうか。沖宮警察署の大石と申します。手帳、手帳、ああこれこれ。前原さんと、あなたが竜宮さん
ですね。私たちに何か用ですか？皆さんの噂はかねがね聞いていますよ。何しろ雛見沢は小さな村ですからね。顔と名前くらいすぐ覚えちゃいますよ。いきなり警察だなんて言ったもんで随分緊張させちゃいましたね。これは失礼。いやいや、私もちょっと世間話をしたかっただけなんですよ。深い意味なんかこれっぽっちもありません。私たちそろそろ行こうとしてたんです。世間話なら今度にしてください。待ってください。前原さん、いやー、ちょっと聞きたいんですけどね。おとといの夜、前原さん、どこにいました？一昨日って綿流しのお祭りの日ですよね。もちろん祭りで騒いでいましたけど。ほほう、お祭りね。いいですよね。私も綿流しのお祭りには毎年参加させてもらってますよ。もっとも、こっちは警備ですけどね。で、お祭りで何を？何をって、屋台で大食い競争をしたりとかですね。射的をしたりとかですね。前原さんがお祭りで遊んでいたのは何時頃でしょう？さあ、時間までは。何しろ初めてのお祭りだったし、あの盛り上がりだし、時間なんてちっとも気にしてなかったもので。そうでしょうな。じゃあ、リュウグさんはどうですか？ずっとケイチ君と一緒でした。ずっと？ずっと一緒にお祭りに？はい。
緒でした。ああ、みんなでワイワイ騒いで。シオンの姉のミオンは大食い競争で大勝ちだったんですよ。じゃあ園崎シオンさん、あなたはどうですか？あなたもお祭りに？私はバイトでした。バイト？バイト？お仲間はみんなでお祭りに行っていたというのに、あなただけバイトしてたんですか？はい、ケイちゃんたちとは私、学校も違いますし、別に仲間でもないですし。なるほど。で、バイト先はどんな？ファミレスです。エンジェルモートっていう、この辺りじゃちょっと有名なファミレスですよ。あはあ、よーく存じ上げておりますよ。よーくね。制服が可愛いんですよ。エンジェルモートですか。その、おとといは混んでました？ええ、まあ、そこそこ。本当にいたかどうか知りたいんなら、おじさんに聞いてください。私のおじさんが経営している店ですので。あはあ。その崎家は手広く商売してるようですからね。じゃ、遠慮なく聞かせてもらいます。で、シオンさんにも一応聞いておきますが、綿流しの夜は何時から何時まで働いていたんですかね？さあ、帰ったのは12時過ぎですよ。私本当、今からバイトに行かなくちゃいけませんので。とにかく、あの日はずっと働いてましたから。じゃあ、私はこれで。ねえ、ケイチ君。サトコちゃん、無事だよね？ああ。シオンが大丈夫って言うから、大丈夫だろう。そうだよね。なんか、嫌な予感がしちゃったから。レナの気のせいだよね。
早く里子に会いたいな。そうだね。